ちょっと今の絶対オフレコよ。誰かに喋ったら承知しないからね。いきなり怒られた。お前本当にこれになりたいのか。まあとりあえず生きててよかったわ。すぐにこいつら片付けるからじっとしてなさいよ。無理は禁物よ。もうすぐあの二人も到着するし、まずは一般人を連れて避難を。冗談でしょ。ビープを前にしてこの私に逃げろっての。変な意地を張らないで。もう限界でしょ。体力的にも能力的にも。しつこい。全然限界なんかじゃないってば。お前が怒られてるわけじゃないだろ。だってすごく怖いから。なんとなく。ったく誰の何が限界だってのよ。この程度のビープならまだまだ。仕事とはいえ面倒くさいわね。
ももかちゃんのターン。私の実力、とくと見なさい。でもまだ消えてないぞ。これから歌って消すんだよ。うわー、こんな間近でももかちゃんの歌が聴ける。あとはこいつ除去するだけ。その人を連れて逃げろ、早く。そうだね、とにかく逃げなきゃ。タクト君、少しでも時間が稼げればいいんだけどな。行け、早く。このだよ、早く逃げ。そんな、やだよ。最低だわ、歌巫女の私が一般人。こっちだけは意地でも。タクト君、ボセッとしてる時間はないわよ、早く。
音羽。あ、桃花、ビープの反応が消えたみたいだけど、あなたがやったの？大丈夫なの？かっこ悪い。一般人のガキ二人に助けられちゃったわ。え？どういうこと？こいつもそうなのね。これで4人目。はあ、潮時かな。